容易働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、藩には捕らえられて寝返るよう迫られました。藩と話したのか？捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみも藩に償わせてくれよ。仁、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく、組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、ゆえに手強く、恐ろしい。利は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。藩を討ち取りましょう。共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。いやいや、志村殿に続け。進め。Ah!
しまうぞ。なだぎりにしろ。やつらを命令を送ってやる。しておる。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。あの櫓、このままでは進めない。お前が策を立て、あの兵器を壊すのは武士らしく、わしはここに留まり矢面に立つ。離れるな。とどまれ。受験境ギアリを奪え。
私の方に向かってる。承知した。ハーンが敗走を許すなど何か妙です。行かせた。あれじゃ犬死ねだ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのだ。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。